児童たちが心を込めて育てた株が大きく育ちました。これからこの株の収穫作業を行います。これからよりいい株の収穫を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日新潟市中央区の白山小学校で行われたのはよりいかぶの収穫作業です。兄弟丸ごとできたよ。兄弟、うん、兄弟丸ごとほら白山地区で300年以上前から栽培されているよりいかぶ、一度は途絶えたものの7年前に白山小学校が種を譲り受け、以降毎年4年生が栽培収穫しています。今年は地域の伝統野菜を誇りに思ってほしいという児童の提案で、初めて保護者や地域の人も招待して収穫が行われました。今年の夏、雨が降らなかったけど心配じゃなかったですか？いやもう結構心配だったんで、夏休み中とかも学校にちょくちょく来て水やってました。児童たちの頑張りもあり、夏の猛暑に負けず立派に育ったよりいかぶ。みんなで育てた株がたくさん収穫できてどうですか？とっても嬉しいです。地域の人にもこうやって分けてもらって、よりいかぶって美味しいなって思ってもらえると嬉しいです。白山の伝統の野菜なので大切にして、これからも伝統を守るために頑張っていきたいです。そんな児童たちが行うのは収穫だけでなく、収穫した株を大きさごとに分けて集計する作業にも地域の人と協力しながら取り組んでいました。よりいかぶ603個、野菜ってスーパーで綺麗に並んでるもんじゃなくて、ちゃんと農家の方が育てて収穫してそれを送る人がいるっていうことを肌で感じてほしいですね。児童たちが大切に育てたよりいかぶは地域の飲食店や総菜店に届けられます。